こんにちは、レイユクソです。今回ですね、新しい固定スキーを探そうやっていきたいと思います。これどういうことかっていうと、僕はね、固定スキー、こちらのね、白金ハッシュ、背中にギャラクシーっていうのを固定してね、約2年間ぐらい活動してきたんですけど、新しい固定スキーを探そうかなと思います。っていうのも、僕ね、本当にこの白金ハッシュお気に入りで、変える気全くなかったんですけど、変える気がないがゆえに他のスキーを全く見てこなかったと。もしかしたらいいスキーがあるかもしれないのに目もくれなかったということで、今回はソロに行きながらね、敵とかのスキーを見て、いいのがあったらそれに変えようかなと思います。じゃあ早速本編へ、レッツゴー。よーし、やっていきますか。超大連打の企画でね、くしくもソロ動画になってしまったんですけど、そこでね、みんながソロ好きだよっていうコメントがあったので、今回はソロ動画撮ってます。みんなのコメントでいつも元気をいただいてます。本当にありがとうございます。はい、ということで、ファンにもね、媚び売ったんで、やりますか。よーし、どこ降りようかな。やっぱ安定にここかな。もうね、ここ、もう俺の固定降りといっても過言じゃないからね。そろそろ多分ここの芝の名前つくと思う。レイザーハウスとかね。敵は0人と。僕の推し超不人気です。人気0。結構速攻になったのに。今回の動画は、結構ね、戦いに行きたいんですけど、ちょっと始まる前にね、言い訳をね、させてもらいたいんですけど、おそらく、今日の動画は僕、プレイが下手です。なんでかっていうとですね、最近、1000ピースパズルというものを買いまして、みんな知ってると思うんだけど、ハンターハンターっていうね、アニメが超好きで、そのハンターハンターのアニメの、1000ピースのパズルがあるんですよ。今、それをやってて、それのせいでフォトなんかできてません。今こんな感じなんですけど、マジで地獄です。全然終わる気配がない。けどこれ置きっぱなしにしたらめちゃくちゃ邪魔なの。もうどう見ても邪魔なのよ。だから今頑張ってるんですけど、それにね、何時間、何十時間と時間を取られるせいで、ポタラができていません。なので、ちょっと今日はね、お見苦しいプレイがあるかもしれないですけども、それでも僕はね、勝つんで。家持ってください。ということで、まずですね、スナイパーが欲しいです。やっぱ今日の動画は敵をね、見つけて、そいつのスキーを見て、固定スキーするかどうか決めるっていう企画なんで、やっぱスナイパーがあると、遠くからもね、そいつのスキーを活用できるから、スナイパーが欲しい。スナイパー探し。ここで出るんじゃないですか？やっぱスナイパーにね、愛されてる人っていうのはね、おのずとスナイパーも答えてくれるんですよ。今の発言はなかったことにしてください。うわっ、なんかいらっしゃいますね。これはなんだ。フードをかぶったスキンです。さあ、色はよくわかんない色ですね。このサムジの AV ゴリゴリいくぜ。この落ちてるサムジ切り替えて、これゴリゴリいくぜ。最高だな。あ、スキン忘れてたわ。ですね、一応言っておくと、僕は好きな色として、白、黒、紫ぐらいが好きなんですよ。今のね、この白金ハッシュには白と紫がね、入ってるんですよ。だからめちゃくちゃ好きなんですけど、やっぱその中の一つのある黒がね、あんまり入ってないんで、やっぱ黒系のスキンでね、かっこよくなったらいいなーって個人的に思ってますね。じゃあ頼む、スナイパーサープラス来い。あ、エアリアリスト。悪くない。悪くないです。あ、敵いるね。じゃ、ハンマーもし倒すときはハンマー持っとかないとな。逃げられちゃうからな。ここでハンマー出しますか。鳥。来た、ロレルテスト！スナイパー金チャンス！やっぱね、ここで出すのがね、やっぱね、スナイパーに愛されるし、ボタンですよ。来い！またお前か。使わんからな、金でも。金でも使ってやらんわ。よいしょ。この辺にハンマー持ちの子がおらっしゃるんで、それ倒しますか。いくらやってないとはいえね、ここで弱気になると、やっぱり勝てなくなるのが加速するので、ここはね、しっかりバッチリ強気にね、で、ドンジョン。ドンジョン？さあ、上で戦ってらっしゃりますね。さあ、どんなスキンが戦ってるんでしょうか。この辺にいるんじゃないか、これ敵。さあ、ここで90カット！やばすぎるエイム。どこに行ったんだ？なんか新しい人来た。さあ、新しい人のスキルを見せてもらおうかな。また来た。え、何人来んの？うわっ！はい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 。焦っちゃいけません、ここで。しっかりと回復。さあ、ここで、しっかりと漁夫に行く。あ、ボットやん、お前。え、敵も？いますやん、割ってく。さ
さあ、チロロドクロだったな。ゾンビ系はちょっとあんまり好きじゃないので、こいつはダメですね。まだね、いたんだよね。もう一匹この辺に。俺のチロ級発進ビビったか。逃げてますね、彼は。お!これは、スナイパーここで買えるんじゃないですか?来た来た!ありがとうございます!こういうことですよ。これでね、スナイパーという名の望遠鏡を手に入れたんで、これで遠くから見ていきますか。この城の上とか最高。いいんだ。あ、これボットだね。ボットボット。あ、でもボット倒したらハンマー手に入る。ハンマー欲しいな。やっぱ面倒くせえからいいや。さあ、来い、サープラス。は?俺、金払って買ったのに。すぐ落ちてんだけど。マジかよ。買わなきゃよかった。まあいいや。ここでね、サープラスを引けば、いい話ですから。じゃあ、これと、これくっつけて、さあ、誰かいてくれ。頼む。俺の望遠鏡、役に立たせてくれ。俺の望遠鏡。え?せっかくの望遠鏡役立たず。嘘でしょ。誰もいないんだけど。じゃあもういいや。ボス戦うよ、俺。しゃあなしね。さあ、勝負だ、下出るくん。はぁ、やべんだ、お前。かわすな、かわすな。来たやん、敵。お敵いますね、しっかり一人。俺は今、ジップラインの音が聞こえたのは見逃してないぜ。このジップライン、あ、いたいたいた、あいつら。望遠鏡います。赤色のスキン。はぁ?今、当たったマーク出たような、どう見ても。ここ。オッケー、オッケー。真っ赤っかのスキンだね、敵。大ダメージ食らったんだけど、あいつ強すぎだろ。待てこれ。赤色は好きじゃないからセーブさせてもらうぜ。あ、ボット君めっちゃ優雅にあっち行ったんだけど。じゃあそっち側に敵がいるのかな。そういうことかい。君が道しるべだ。この中にいるんだろ、ボットが。あれ、なんで君しかないの。主はどうした。主はエアリストで出せば。これ飛びましょう。あ、いたいた。主ミッケ健在ゼロ。エイム勝負お得意です。得意分野いきます。120! 健在がなくても芝居てゆく。完璧すぎる。これ一回使っちゃって。お前も健在ゼロやないか。ちょ、登れない。だるすぎる。ちょ、一回健在かろう。マジかよ。あいつもゼロかよ。待って、食らいたくない。あ、食らいたくなかったのに。これもアンチに行きたい。まあ言うてもね、やっぱり僕白金ハッシュ愛強いですから、まあなかなかね、白金ハッシュでいいやつは見つからないと思うんですけども、もしかしたら、ね、運命の出があるかもしれないですからね。敵前にいますね。健在9枚でどうやって勝つっていうの。俺スナイパーでワンパンするぐらいしかないぞ。俺の勝ち目、これはね、足音出さないように忍び寄りましょう。アンチ外で食らってもいい。その代わり忍び寄る。でヘッシュ一発で抜く。もうちょい前入れて、もうちょい前入れて。よーし!エイム最強!ゴッティングエイムで倒していく。そして健在めちゃくちゃ回避された。マイナスだったかな。マイナスね、俺見た目は好きなんだけど、このね、武器が金色になる。これわかる?この金。これがね、ウンチみたいです。僕好きじゃないんですよね。なのでちょっとマイナスもちょっとかな。さあ、残り7人。僕の望遠鏡は全く意味をなしていないが、サープラスまでつけちゃいたいね。サープラスまで。いらないけど、つけて。来い、サープラス!いらないけどつけて。あ、終わっちゃった。まあ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 、まあ、残り6人やっぱ強い人が使うスキンっていうのはかっこよく出るもんですから、やっぱりね。やっぱり俺が一番かっこいいんじゃねえかこれ。ってことは、あ、こいつかっこいいわ。いや、俺のはかっこよかった。かっけー。やっぱ白キーハッシュやわ。さあ、しっかりね、フル HP にして。あ、これ。ピンチショットガン卒業です。さあ、残るところ4人となりましたね。かっこいいスキンいるのでしょうか?おっと、銃声!待ってるよ、俺の新スキン!できれば黒色か白色でお願いします。いた。今、白っぽかったぞ、スキン。違うか。白っぽいスキン!あ、かわいい!あのスキンちょっとね、使ってたんだよね。あのスキンかわいいよね。俺好きなんだよね。待てや、これー!あれどけカウンター狙われててさ。うまくね、こいつ。うお、ぶねえ、お、ぶねえ。こいつ強っ。こいつ、リロードがなかったら死んでたけど。まあ、それも読んでたね。読んでましたから。もちろん。当然ですよ。そこまで読んだ上のこれ。いや、でも今のスキンね、あ、一週間使えないっていう、まあ、罰ゲームでなった時に、あのスキン使ってたんですけど、あのスキン可愛いんですよね。さあ、最後の一人。最後の一人、かっこいいスキンなんでしょ。さすがに。やっぱ、上手い人が使ってるスキンは何でもかっこよく見えちゃうんですよ。で、このラストがきっとおそらく一番かっこいいスキンに見えるはず。敵はどこだ?
なんかスナイパーパーンとかいかれそうで怖いんだけど。これ草の中とかいないよ、大丈夫だよ。家の中いた今。お、なんか撃ってるぞ。黒色のスキン。あー、ちょっとレアなスキンだ。ハワチャーショーイ。はい、ということで、今回はね、新しい固定スキンを探しに行くという動画だったんですけど、まあ、やっぱりね、白金ハッシュが一番ですよ。まあ、分かったんですけどね。ということで、まあ、白金ハッシュが好きだよって方は、ぜひ、高評価お願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。